ねえねえ、思うんだけどさ、私たちさ、V 最強優勝しね、とんでもないことが起こって優勝した時にさ、何もないの寂しいじゃん。だからさ、今のうちにさ、ご褒美さ、考えよう。すごいご褒美ってこと？そう。すごいご褒美。誰に用意してもらうの？屋号。屋号に言えばいけるかもって。で、3位以内でこれ、1位でこれみたいに決めとこう、細かく。いいね。わがままやんそれ。1位は何？もらうもんはもらうで。1位はね、新衣装とライブ。笑い声でっかい。ごめんなさい。今日出なかったわ。ごめんなさい。でっかくてびっくりした。それはアクタン、スタテン3人のお揃い衣装ってことでよろしいんですよね。そういうこと。本当に？もらいたいね。くれよ言うてな。優勝したらくれよって。もっとすごいのもらえるかもよ。スイちゃん、家欲しい。え、2人は欲しくない？欲しくないんだ。夢の話してるのか、それとも現実的な話をしてるのか、なんなん、どっちに合わせた方がええか？家欲しくない？欲しくないか欲しいかって言われたら欲しいけど無理やん。家はちょっと現実味ないって言われそうだよね。現実的なところにいたら本当にくれたりしないかな。家ダメか。家現実的じゃないか。そっか。そうだよな。簡単には叶えられなくて、で、現実的なやつ。お願いしたらやってくれそうなやつ。歌じゃね？歌作ってもらう。うん。お、いいじゃん。え、歌作ってもらうならそんなんね、新衣装とライブと、あとは、グッズと、あとは、すごいやつ。すごいやつ！すごいやつ全部もらう。すごいやつ！もうさ、このさ、配信さ、運営さんが見てたらさ、頭抱えてるよ。うん、なんか言ってるよ。うん、もう嫌だ。じゃ、得点！特典？そう。グッズとかでも特典あるじゃん。優勝商品と特典よ。そう。おまけがつかなきゃ、やっぱ。確かに。みんなだってサイン付き色紙とかもらってるでしょ？そういうことだよ。そういうことなんだ。やっぱ、すごいやつもらわないと。すごいやつ。欲しい。欲しい。